中田翔、OPS。583、これ。石川とビシエド落として中田を残す首脳陣よ。来年もおるってマジ？こちら、3億かける2年契約となっております。単年契約ならまだ良かったよ。来季もいるとか絶望しかない。打席確約で、もしてたんかなっつう使われ方。6月打率1割1分8厘、OPS 319って。からくりで、あの成績やったの取る方がアホやろ。なんで戦力になると思ったのか。ていうか、中田が復活すれば、課題の得点力不足、解消するのになんで中日ファンは、中田切り捨てようとするん。Y は好きやけどな、4月の快進撃は、中田ありきのものやったし。復活しても、せいぜい2年しか持たない、中田より若い、石川を育ててほしいんでしょ。アリエル2割6分2厘、7本、32打点、OPS 792。中日ファンが想定してた、中田これやと思う。中田ビシエド論争は本当に意味がないんだよな。両方平等に、やばいんだから、新しいファースト用意して固定すべき。